そう、狙いがうまいね。どうも、エルザです。それでは、ホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さて、今回収録したものになりますので、公開収録したものになりますので、チャットの方が、反応したときに、反映されないようとなってます。これ、登れない。で、次メインクエスト進めていきたいんで、見えないところで苦しみの坂に向かうやりたいと思います。で、途中トールネックがあるっぽいんで、こちらもやっていこうかなと。ちょっとね、マップ移動がどうしてもめんどくさいんで、高い壁があるとね、もう遠回りしかできないんで、そこを考慮して、トールネックを回収するというような感じだね。じゃあ早速移動しましょう。すぐ使うことになるな。トールネックが近くなってきたね。エクリプス、ここで何してる？信号に近づいているみたい。さあトールネック、太陽の階段と。それじゃどうやってその頭に登ろうか。あー、速攻だね。他のトールネックを捕まえようとしてる。これは一周回って待つしかないか。何か見えた。はい、さようなら。意外といっぱいいたな。あー、トラプターも来る。仕方ない、相手するか。いや、意外とどっか行ったね。いや、いるわ。そしたら左側。あはい、いや、置けるんだよ。はい、もうそれはひどい。あ、コラプターシャードめっちゃくれるね。こっちでは無理。どう回ろう。ちょっとね、ゴリ押しができるぐらいにはなってきたんで。ビームの精度いいよね、敵ね。ジャンプしながら。
あれデスブリンガーのやつか。はい、これでいいかな。敵本拠地は大変。ここから遠いのか、飛び移れる。嘘、ここから移れる。ちょっと様子見てみようか。近づいてきたね。お、意外といける。ここからならトールネックに飛び移れそう。おい。やった。さあ頭に登ろう。今回はどんな感じで？こっち。おー、さあこれでオーバーライドして周り見よっか。よし、オッケー。意外といけない。さあさあこれで、ルートがだいたい見えるから。見えた見えた。どう行くといいんだ。ここ、とりあえず焚き火あるで、あーもうこっからしか行けないんだ。あー、OK、じゃあちょっと道しるべをしっかり作りながら進もうか。登れる登れる。よし。あー、いらっしゃーい。今一生懸命山登りしてます。さて、山への道は険しい。危険な機械たちが行く手を阻むだろう。マガツキか。いや違う。しかし人間を寄せ付けない。他に何かある。あ、上か。ほい。ほい。おーい。マジで、マジで飛びつき失敗は。やめてほしい。
くわけだよね。なぜさっきし、ああこれであっち行ったからか。こう行ける？行けるのそれ？おお。上行けるんだ。すげえ。開けた場所にストーカー、逆側にはウォッチャーか。え、どこどこどこ。あー、あれか。ストーカーとウォッチャーがいるのね。ね、レースみたいな感じで見えないからめっちゃ困るのよね。音はした。いた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 。何やろ。しくったね。はい、他はね、マジ強いからね、この後ろにもいるんだよな。マジで見えなくなる。外したー。それ外したら、お前サインよさっきから。ウォッチャーがね、バカみたいに強くなりすぎてんだよね。はい、あー強い。こりゃ大変。
これはあれだね、強化弓とか持っとか、強化弓使っていかないと結構きついかもね。これは苦いけど役に立つ。こちら側ではない、まあ、あれはね、もう全然使い物にならんやつやからねあれでバレるのよね、位置が本来は。回復、これは違う、これも木だね。なんかもう長い弓だな基本。なんかそんな気がしてきた。ちなみに、ロープキャスターいる？なんかそう思ってきた。買ってないもんね。よりかはシャドウスリングで属性使ってた方が強いね。あった。追跡用だな。のさ、これ消しといて、おお、そっち。ガイアを守ってるのか。守っているのではない、本能のようなものだ。墓に引き寄せられている。ラベンジャー、グリントフォーク、どうしようかな。雪の寒さでうず、ハハハハ、まあ OKOK、 あとちょいでやられるんだったら、そっちが来ますか。はい、プレゼント。君火苦手だもんね。
動きがね。なかったっけ？もう大丈夫か？ああ、耐えた耐えた。一応変えてて正解だったね、これはね。冴えてたな。となると、今使ってるのがさ、メインが、もう長弓なんだよ。これを、ガンガン使ってるんだけど、そもそも通常矢がそこまで使ってないから変えるのありかもしれないね。さあ道が険しい。備えあれば憂いなし。線あればいらないね。さあ登ろう。上に行くにはこれ。険しいね。サンダーバードに。あともう少しで。ストームバード。ストームバードは、お久しぶりです、ストームバードさん。つぶり。
あ、首が痛え。どう？そう、狙いがうまいね。これで最後。まあでもだいぶ前よりかは倒せるのがやっぱ早い。いや強かったストームバード。いい部品。レンズか、心臓が良かったんだけどな。さあ、急いで奥に行こう。こっちこっち。燃えてる？いや、ただの日差しか。ガイアの自爆でこうなったのか。山全体が卵みたいに割れてる。ああそうだな。さあ早く、通り道は用意しておいた。来たことがあるのか。途中までな。さあ行け。んじゃあちょっといろいろアイテムとか見ましょうかね。欲しいのがね。よし、じゃあ準備できたんで行きますか。登る道は用意したくせに機械の群れは片付けなかったのか。機械の相手などもうお手の物だね。通り道を用意しただけでもありがたく思え。ありがたく、ありがたくね。だいたいそれで危険な目にあってるんだけどね。慎重に。ってことはこの先行ったことあるのか。よし行こう。ここはいかにもお前が好きそうな場所じゃないか、サイレンス。ありがとう。ここは数年がかりで作った工房の一つ。
ほう。何年もかけてこのハッチを破ろうとした。削ってみたり燃やしたり爆破もした。だがお前なら難なく入れるのだろうな。なんだか謝ってほしいみたいだな。とんでもない。だがこのハッチを開けるのに鍵が必要とは盲点だった。鍵となる人間か。想像力が足りなかった。ただそれだけの話だ。いつここに来た。ずいぶんここで過ごしたみたいだな。19年前のこと。山を崩壊させた大きな爆発。お前の誕生とガイアの死、その音はクレイムにまで轟いた。灰が空を覆い、都の者は不吉な現象だと口々に言った。燃え盛る山の火がようやく収まると、私は真っ先に中へと入った。じきに機械たちがここを守り始め、そしてそれから誰も来なくなった。私以外はな。ガイアの修理。あれ動いた。メッセージではガイアは復活できると言っていた。でもこの状態じゃ無理じゃないか。復活にはまずハデスを破壊することが何より先決だと言っていた。それからだ。テラフォーミングシステムを復旧すればハデスが悪用するかもしれない。ガイアの自爆によってハデスはシステムを使えなくなった。そういうことだ。でもガイアを復活させることはできるのか。機械炉の能力を知っているだろう。機械を作るのに必要な技術は何でも賄える。その原理でいけばガイアを復活させるのに必要な技術も全て再構築できる。何年もかかるが私たちに時間は残されていない。残されてはないんだね。なぜここにいない。今回はお前がいると思ってた。実際ここに。なぜだ。私は必要ないだろう。このハッチはお前だけで開けられる。これは私ではなくお前の役目。なんかそれもあれだね。よし、中に入ろう。ああ、マスターオーバーライドを手にすれば、それを使ってハデスを打ち倒せよ。すべてお前にかかっている。重いね。それは重いな。遺伝子データ認証完了。通行許可。ようこそ、ソベット博士。先へお進みください。じゃあ見ていきますか。慎重に行け。よい。慎重に行けか。まあゆっくり進みましょう。え？あ、これ降りるの？よし。いや、違う。あっち。ああ、じゃあこれ通るんだ。あの道を行くしかないか。はい、どう。どういうこと。いやー、どういうことですか、今。今の、なんもしてないけど。さあ、戻ってきたよ。どういう。ああ、普通に行ったらいけるだろうみたいな感じで行くんだけどさ、横にそれるんだよね。あの道を行くしかないか。それ外れだったってこと。単純にこれでいいもんね。わからんの。引っ掛けがあるのはいやらしいね。はあ、渡れたな。
意外とね、そのこれやってると滑り落ちるは結構やってる。なんだかんだね。いや、わー、これこんな感じ、こんな感じ。今みたいに引っかかる時もあれば、そうじゃない時もあって、あ、上だね。ちょっとね、そこの判定にね、毎回やられる。ここに住んでいたようだな。大丈夫だよね。昔のままか。昔ここは岩と鉄で閉ざされていた。いい加減サイレスの正体知りたいよね。避難をするときはみんなバタバタしてた。考える時間もほとんどない。お別れさえできなかった。医療区画には行列ができてた。トム・パイクが倒れた時に僕は付き添うと言った。でも最後の積み荷となった風潮の受精卵を僕が処理しようとしてたら、今でも決断を迫った彼に怒りを感じる。それに自分自身にも。結局彼は孤独に死んだ。それに僕は風潮の受精卵も守ることができなかった。世界に残されたのは考える時間だけ。ガイアプライムの扉は封鎖された。エリュシオンも問題なく封鎖されたようだ。数キロ離れているだけだが、銀河の向こうにあるのと同じだ。ベータとガンマの人々、それに支援スタッフも生きている。もし僕がエリザベトの部屋。そうだろう。荷物を解く暇もなかったのか。これは日記か。エリザベトの日記、全部壊れてる。スキャンしろ。フォーカスで修復できるが時間がかかる。これはとても役に立つ装置だが、動力は小さくて限られてる。どのくらい？数日、数週間、数年か。まずハデスを止め、未来を切り開くことを考えるんだ。生きながらえれば聞けるかもな。会話が途切れてしまった。マスターオーバーライドを探してたね。違うところに行けってことか。でもそんな道あった。しまった、危ねえ。これ降りて上刺すんだよな。でこっちでしょ。あ、ここ行けんの、もしかして。行けんだ。そりゃ分かりづらい。エリザベト、エリザレト、エルザレトに聞こえて仕方ないんだよ。エリザベト、ソベックでいいじゃん。ソベック博士で、なんでフルネームで。んじゃ、見ますか。僕はチャールズ・ロンソン。ガイアプライムの最終設置からかれこれ6時間が経過した。それで今朝アクセスポートの封鎖に異常があった。ガイアプライムのポート封鎖時は隙間が2ミリ以下になるよう設計されていた。しかし実際の隙間は10ミリもあった。これではエネルギーが外に漏れてしまい、この施設の存在がスワームに見つかってしまう。そしてガイアが見つかって破壊されてしまい、必死に僕たちが守ろうとした未来は永遠に訪れなくなるんだ。それを防ぐ
唯一の方法はハッチを手動で動かすこと。外側から一連の出来事の記録に切り替える。俺は外に行かないぜ。約束が違うだろう。しかし誰かが外に行かないと全てが無駄になってしまうんだ。これはリズが決めるべきだ。ならそのリズはいつここに来るんだ。5分後と言っていたけど、まさかね。嘘でしょ。いい、みんな封鎖を直した。ガイア、 1.4mm での封鎖確認。エリザベト、ダメだ。中に戻る方法を探す。スワームがそこまで来てるから無理よ。本当に大丈夫。ガイアは完成。ここからはガイアが全てやってくれるはずよ。こんな終わり方、僕たちは君に。私を知ってるでしょ。さよならを言うのはあんまり得意じゃないから、やめましょう。それじゃあ良い旅をな、リズ。まあ、そのじゃあまたな。ええ、みんな仲良くね、リズ。これでいいのよ。帰りたい。さよなら。今のがエリザベト・ソベックからの最後の通信となった。彼女はこの星の希望のために自らを捧げたんだ。何もかも全て彼女のおかげ。なるほどね。記念碑だからもうこの時亡くなってるのはみんな知ってたわけだね。アーロイ、もういない。いないんだ。生きていないことは分かっていたはず。彼女の功績は計り知れないものだ。みんなが争い合っている中で彼女だけが行動をとった。彼女だけが優れていたからな。そういうことじゃない。事実だ。認めるべきだと思うが。まあそうだね、優れすぎなんだよね。機械みたいなことを言うな。ほんの少しの間でいい。理屈じゃなくて心で感じてみたらどうだ。彼女が犠牲になったのは友のため、未来のため、地球のためだ。それに何も感じないのか。彼女の愛情を、彼女の決断を神秘的に捉えようとしているのか。理屈で行動したんだ。心で行動したわけではない。違う。彼女はガイアに考えることだけじゃなく、思いやることも教えた。愛し、犠牲になり、命を信じること、絶望と戦う心をだ。彼女にその心がなければ生命は途絶えていた。私とお前も存在しない。確かに一理あるな。お前の気持ちは察する。帰りたいって言っていたな。まさか。なんだ。いや、もう行かなきゃ。なんか感づいたみたいだね。さあ、マスターオーバーライドはそっち。さあ、スキャンだけして、100m ぐらいあるからね、結構奥なんだよね。テッド・ファロー。未来に何を伝えるんだ。歴史のすべて、真実と言われるもの、それとも雑音か。それは力にならない、ただの毒だ。超本人だね、機械を作った。
まあでもゲーム的には AI とか、まあ、ロボットの暴走でっていう話よね。よくある設定の話だけど、まあ、結構広大にしてるからね、なかなかいいよね。クレーターの奥に別の区画がある。爆発に耐えたような頑丈な作り。それが制御室だ。行ってみる。そろそろ敵来るんじゃない？サンダーバードで終わり、ただストームバードで終わりはないだろうからね。ああ、プロジェクトと真剣に向き合ってみた。結局は単純さ。クリーンに、クリアに消去できる。削ってプラスにするんだよ。より良くするよ。頼む。どうして全て上下しにできる。なんだか嫌な方向に進んでいるな。続けろ。なんかウイルスかなんかやった？手とかなんかウイルス巻いたの？その感じだと。口を開けた時、空気が吸い込まれていった。中が真空状態だったからだ。でもアルファがいたんだろう。あー、じゃあもう侵入したのか。制御から締め出された。アルファ資格もオーバーライド。オメガ資格って何なんだ。ただいま。アルファの諸君、驚かせてすまない。だが聞いてほしいんだ。いいな、話したいことがある。なんていうか、実は私は、あ、頼む。システムにアクセスしようとするの。いいか、つまりこれはその、ああ、たくシステムにアクセスしようとするのはやめろ。私が言いたいのは、つまり未来の人類のことを考えずにはいられない。汚れもなく罪もない男と、それと女性たちだ。贈り物みたいに知識を与える。ねえテッド、それは前にも話したじゃない。アポロには3000以上の対策が組み込まれているの。これは贈り物なんかじゃない。私たちは罪のない者にこの病を広めてしまうんだぞ。ダメだ、できない。それにまだ間に合う。もし自分たちを犠牲にさえすれば。お願いだから考え直して。すまないな、サミナ。もう実行してしまった。アポロを消した。そう、消えた。全てな犠牲だって。そんなものは犠牲じゃなくて文化を抹消しただけだ。このイカだけを占め、何千年もの歴史が。みんな本当にすまない。だがそれでも犠牲は必要だ。罪なき者のために。緊急警報です。空気を排出中。自分でことを起こしておいて責任は自分で取りたいからわがまましたって感じか。ああ、だからアポロがあんまちゃんと起動してないんだ。殺したんだ。そういうことか。なるほど。このせいで私たちに知識が残されなかったのだな。罪なき未来のため、汚れのない世界。カージャの虐殺を見せてやりたい。この者たちが成し遂げたこと、
古の者が生み出した知識は全て消えた。塵となり、そして無と化したのだ。このアルファたちのようにな。いや、無ではないさ。ハッチを開けた時に風が彼らの灰を運んだ。彼らの世界に帰っていったんだ。私たちの世界に。ここは彼らが命を懸けて作った記念碑だ。忘却の記念碑か。忘却じゃない、サイレンス。希望だ。さあ、何かあるみたい。マスターオーバーライド。え、めちゃくちゃちっちゃくない？マスターオーバーライド、意外と小さいな。一緒のこと言ってる。あとは機械の神を殺すだけだな。さあ、これで戻れば OK と。でもそんな単純に戻れるかな。なぜかアイテム回収できるし。じゃあちょっと切りがいいんで一旦ここで切りましょうか。まだ続きそうな感じするしね。ということで、24話ぐらいかな、こちら終わりとなります。まあ、動画見てる方はここまで、ライブ配信見てる方は引き続きやっていきたいと思いますので、そのままお待ちください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。